ずるいよ、今までなりを潜めていて、内側城を取った途端に西に向かうなんて。だったら初めから西に向かえばいいのに。こりゃ終わったな。とりあえず鉄砲隊を本陣に入れましょう。敵はどこを狙ってくるかな。それによってこちらの陣形を決めよう。ああ、敵が動いた。どうやら本陣を狙ってるようだね。みんな本陣に来るかな。それじゃあ各砦に鉄砲隊を入れておきましょう。前進。でもう片方の鉄砲隊は本陣に集結。来たね。伊達重真。ああ、いきなり強いのが来た。なんとかしてここを食い止めよう。ここを突破されたら今までの苦労が水の泡です。鉄砲隊来たね。よし、でかした。はい、本陣を狙う敵を全員で潰しましょう。逃げる敵は放っておきます。弱い武将でも力を合わせればなんとかなる。お任せくだされ。お任せあれ。お任せあれ。お任せくだされ。はい、本陣の周りに一旦集まろう。任せあれ。
任せあれ。お任せくだされ。はっ。放て。おお。はっ。はっ。お任せくだされ。打ち壊せ。攻撃。よし、これはチャンス。でかした。味方は弱い武将ばっかりだったけど、2部隊も壊滅できたんで、なんとかなりそうだね。でかした。よし、こりゃいけるぞ。お任せくだされ。撃て撃て。かかれ。撃て撃て。撃て。攻撃。お任せあれ。お任せくだされ。はっ。攻撃。かかれ。出て。敵部隊壊滅。お任せあれ。おお。お任せくだされ。はっ。あー、よかった。もう許さん、伊達政宗。捕まえたらその首ねじ切ってくれん。我が秋月の恐ろしさを思い知るがよい。もう今さら白装束を着て命乞いしたって許しませんから。殿様は勝新太郎みたいに優しくありません。はい、これが分かったあなたは大河ドラマの見過ぎ。では参ろう。
はい、ここで北条との同盟が切れました。どうするか思案してくださいってことですが、延長しません。はい、というのも伊達家とうちの領地は一箇所しか接してないので、一回しか戦えないんですね。これでは先発隊を送って敵の兵を削って、それから大筒部隊を送るまでにかなり時間がかかります。一方、北条家とは5つの城が接してるんで、5回も先発隊を送れます。つまりそれだけたくさんの兵を削ることができるんで、その分戦の決着が早くつきます。ということで、先に北条家を滅ぼしてから伊達家を滅ぼすという作戦でいきましょう。伊達政宗には首を洗って待っていてもらいましょう。では参ろう。
さあ北条家の後ろは残すところあと一つ。お殿様は勝新太郎より厳しいですが、西田敏行よりかは優しいので、一応降伏を申し入れてやろうかな。それじゃあ降伏の使者を送りましょう。ここまで追い詰められたんだから、命を助けてやると聞いたら飛び上がって喜ぶでしょう。あら、飛び上がって怒ったよ。豊臣秀吉に滅ぼされた北条家ですが、実際にもこんな風に命が助かる機会が何度かありました。ここで北条氏政の生涯を見てみましょう。関東の覇者北条家の第4代の当主である北条氏政は決して弱い武将ではありませんでしたが、武田家を打ち破った織田信長に対し、信長殿の娘を我が子氏直の嫁に迎えたい、さすれば当家は織田家に従属いたさんと申し出ます。これを聞いた織田信長は曖昧な態度をとります。何とかして織田家と吉見を通じたい、こう思った氏政は三島大社に参拝します。どうか息子が織田の姫と結婚できますように、そして北条家が末永く繁栄しますように。しかし結婚はできなかったし、滅亡してしまうという何ともかわいそうな結末になりますが、三島大社の名誉のために言っておきます。この神社の神様はあえて氏政の祈りを聞かなかったんです。どういうことかと言いますと、三島大社の御祭神は大山次の御事という大変厳しい神様なんです。高間ヶ原から降り立った天照の孫ニニギの御事が豊足原の中津国を治めるにあたって、土地の有力者である大山積に、あなたの娘さんと結婚させてくださいと申し入れます。これを聞いた大山積は二人の娘を差し出します。ニニギの御事は顔が綺麗な木の花の咲夜姫だけを迎えて、顔が不自由な岩永姫を返します。これに大山積の御事が怒ります。岩永姫を送ったのはあなたの命が岩のように永遠でいられるようにと願ったから、それを送り返したあなたは寿命が短くなるでしょうと呪います。それ以後アマテラスの子孫は寿命が短くなって普通の人間になってしまいますと、このように大山積の御事はただ願いを聞くだけの神様ではないんです。織田信長が本能寺の変で亡くなると、氏政は織田家の家臣、滝川一益と戦い、領地を奪います。もしこの時氏政が織田家との関係を続けよう、憎き明智光秀を討ってくれんと織田家に対して誠意を見せていれば、北条氏政は信用できる男だと、豊臣秀吉は北条家を滅ぼさなかったかもしれません。それを織田信長が死んだ途端に手のひらを返すようでは、大山積でなくても信用しないのは当たり前ですね。神仏を偽る者に境なし。しかし捨てる神あれば拾う神あり。氏政は大山積ではなくて縁結びの神様、大国主の御事を祀る神社に行けばよかったんです。実は明治6年、三島大社の御祭神が琴四郎主の神に変わるんです。琴四郎主の神というのは大国主の御事の子供にあたります。ですから琴四郎主の神に祈れば、ひょっとすると大国主の御事に頼んでくれて北条家と織田家の縁が結ばれたかもしれませんね。まあ北条家が滅んだ後に祀られたわけですから、これが本当の後の祭りでさあね。
はい、話が落ちたところで城も落ちました。え、何？またふざけてる？ふざけてませんよ。何言ってんですか。今回は真面目な話したでしょ。ふざけてるように聞こえる？それはあなた、厳しい戦いが続いたから、少しでもみんなの気持ちを和らげようという。え？今更言っても後の祭り、やかましいわ。関東の覇者、北条氏政殿、さらばでござる。はい、ついに我が秋月に歯向かう大名は伊達家のみになりました。北条家を攻めてる間に、ひょっとしたら心中の使者が来るかなと期待した僕がバカでした。もうすでに先発隊が攻め込んで伊達家の兵を削りに削ったので、東北地方は兵がスカスカです。どこまでも秋月を舐め切っている田舎大名伊達政宗を一気に滅ぼしましょう。総攻撃。これが我が秋月の底力、伊達政宗殿、さらばでござる。ついに日本全国100カ所の城を取りました。では感動のフィナーレ。
長い時間がかかりましたが完結できました。弱小大名のプレイだとどうしてもこうなりますね。まずは近隣の強い大名と同盟を結ぶ。はじめは断られますが、1年も使者を送り続ければ大体同盟を結んでもらいます。その同盟期間中に自分の勢力を強くする。そうすると他の大名の城はすでに大きくなってるんで、攻城戦はどうしても大筒メインになります。そこで大筒部隊を城に送るため先発隊を派遣して敵の兵を削っておく。敵が城にこもるようになるまで何度も何度も先発隊を送りましょう。まあ征夷大将軍になれなかったのは残念だけど、秋月は平家の出身だから仕方ないね。このまま明治維新を迎えましょう。秋月種実はこの後嫡男の種長に家督を譲って出家します。出家してからの名前は宗銀。そして文禄5年9月26日今日の伏見で亡くなります。享年49歳。亡くなった後につけられた戒名は西林院伝昭王宗銀大居士。この笑う翁という2文字になんか人柄が忍ばれますね。実際の種実は陣中でダジャレを言うことはなかったでしょうが、ことあるごとに家臣を捕まえては親父ギャグを飛ばしてケラケラ笑っていたかもしれません。はい、信長の野望天下創生 PK 秋月編いかがだったでしょうか。この次は別のシリーズの別の大名でお会いしましょう。さらばでござる。